失礼されたが2日後の9月13日に意識不明となり5日後の9月16日に着任することなく死去した東京都出身彼の父である西宮一も外交官で中ザンビア特命全権大使衆議院事務局障害部長中エクアドル特命全権大使を歴任した東京都立青山高等学校を経て 東京大学法学部、第二類を卒業後、1976年外務省に入省。入省後はイギリスで研修を受けた後報道課に配属。外務省アジア局東南アジア第一課、外務省北米局北米第二課、在アメリカ合衆国日本国大使館で勤務。1988年8月外務省アジア局、中国科首席事務官。 1991年外務大臣、官房人事課主席事務官、1993年、北米局北米第二課長、1998年、在英国日本国大使館広報担当講師、総合外交政策局総務課長、在ロシア日本国大使館参事官、大臣官房参事官県アジア対応集局、在中華人民共和国講師、経済部長、 筆頭講師、特命全権講師を歴任した後、2007年から北米局長を務めていた。2010年2月からニューヨーク総領事を経て、同年12月から外務審議官に就任。経済担当外務審議官就任の背景には、経済関係の交渉に、米国や中華人民共和国に人脈を持つ西宮が適任と判断したことがあるとされた。 2012年の中国における反日活動や尖閣諸島国有化をめぐる問題で日本と中華人民共和国の対立が激しくなっているさなか2012年9月11日付で事実上更迭された民間出身の中中華人民共和国特命全権大使庭う一郎の公認として同職への移動が発令された10月の着任に向け外務省で 外務審議官の引き継ぎ作業などを行っていたが、二日後の9月13日午前8時46分頃、スーツ姿にカバンを持ち一人で出勤途中、自宅近くの渋谷区小東二丁目の歩道で、急性心不全のため突如倒れ、うつ伏せになり、意識不明となったところを通行人の女性に発見された。女性は、警視庁渋谷警察署に通報し、西宮は、 渋谷区の日本赤十字社医療センターに救急搬送され手術を受けた後、集中治療室に入った。経済担当外務審議官として環太平洋、戦略的経済連携協定のための各国との調整や、ウラジオストックでのアジア太平洋、経済協力会議への出席、APEC での野田義彦総理大臣と、中華人民共和国の国近党国会主席の、 非公式会談への立ち会いを行うなど、海外出張が多く、疲れている様子だったとされる。9月15日には、政府が公認の選定を急ぐ方針であることが報じられたが、翌9月16日朝に死去。60歳没。青山葬儀所で葬儀が行われ、中日中華人民共和国大使ほど長花などが出席した。長辞を述べた外務大臣。 黒羽孝一郎は、日中関係は、非常に難しい局面で、活躍に期待していたとした。また前日に行われた通夜には、内閣総理大臣、野田義彦も参列した。没日付をもって、日本政府から受賛密偵。妻の西宮幸子は、広島県出身、津田塾大学学芸学部卒業で、元銀行員。夫の没後、 2015年より、宮内庁入庁し、東宮助官庁に就任。2019年4月30日まで。2019年5月1日、助官庁に就任。ありがとうございます。